was building on the lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut, freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking.皆さんこんにちは、無重力のマサトです。今回はこのチンニングバーにヤング忍者の釣り輪をセットしてみました。かなりいい感じにねセットできましたね。見た目もかっこいいですしね、かなりぶら下がっても全然しっかりしてます。ということで本日はこの釣り輪を使ってトレーニングやっていきたいと思うんですけど、今日行うのがこのリングを使ったマッスルアップ、リングマッスルアップという技があるんですけど、そのリングマッスルアップの限界の回数に挑戦したいと思います。いや、自宅で釣り輪ができるのはね本当にテンション上がります。まさかね、自宅で釣り輪ができるようになるとは思いませんでした。フォームに関しましては多少むちゃくちゃになるかもしれません。とりあえずどこまでできるかわからないですけど頑張ろうと思います。ですね、後半の方マジでギリギリでした。ということで結果の方11回でした。やっぱり普通のマッスルアップより全然違った難しさがあります。このね安定感のないリングということで、そしてね可動域のね使い方も全然変わってきます。通常のこの鉄棒のマッスルアップとはまた違った刺激味わうことができます。思ったよりできたんではないでしょうか。僕は通常の鉄棒のマッスルアップでも、12、3回くらいしかできないので、このリングマッスルアップだと10回もできないのかなというふうに思っておりました。基本的にねこのリングの方が上げるのは難しいとされております。その割には僕は結構できた方なのかなと思います。このリングマッスルアップというのは鉄棒のマッスルアップとは全く別物になります。使う力というのがねまた全然変わってくるので、このリングマッスルアップはまた別でねやってもらわないとできるようにはならないと思います。それ以外にもねこのリングを使ったトレーニングってたくさんあるんですけど、全てねこの釣り輪じゃないと味わえないトレーニングになります。これじゃないと味わえない刺激を体感することができるので、このリングトレーニング本当におすすめです。そして僕はこれからせっかくこのようなセットが完成したので釣り輪のトレーニングを配信していこうと思います。皆さんももしよければこのようなセット組めるようなら組んでみてください。しかしね皆さんがこのようなセット組めるわけではないと思います。もし、この釣り輪だけ購入いただけたら公園などに行って公園の鉄棒に引っ掛けて同じようなトレーニングを行うことができます。僕も以前はそのようにしてこの釣り輪でトレーニングを行っていました。なので皆さんもしよければこちらのリングの方だけでもチェックしてみてください。この釣り輪のトレーニングを取り入れることによって、自重トレーニングのバリエーションが増えますし効率よく体鍛えることができると思います。釣り輪って言ったら体操選手のイメージがあったと思うんですけど、今はね
誰でもこのように釣り輪トレーニングが行えるような時代になりました。はい、このような感じでね、U字懸垂も行えるようになります。皆さんももしよければこのような釣り輪トレーニング取り入れてみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。